せーの、むにっとまちっとゆみまろです。おはようございます。今日はマックの新作日の次の日です。イエーイ。昨日から発売されたバーガー3つとドリンク、あとねちょっと前から発売してるんだけど辛いナゲットが出てたのでね、ソースも2つゲットしてきましたので、今日はこちらを食べていきたいと思います。お腹すいた。本日のゼロカロリードリンクです。うまっ。なんか斜めになってるこれ。それではせーので、3、はい、いただきます。じゃあまずドリンクから。今回はねガンダムのシャーとコラボした商品が期間限定で出てるらしい。まずこちらマックフィズレッドエナジー味です。真っ赤っかやね。ちなみにこのデザインは2種類あるらしいです。蜂蜜とガラナを配合し鮮やかな赤色が特徴のごくごく飲めて爽快感広がる炭酸ドリンクです。いただきます。うん、うまっ。確かにちょっとなんかああいうエナジードリンク的な味する。ガラナって懐かしいな。ガラナってどういう味って言われたらすっごい難しいんだけど、アセロラではないんだけどアセロラみたいな感じでちょっとさっぱりしてるドリンクです気持ちをリフレッシュしたい時にぴったりの一品ですって書いたんだけど、あの爽やかな味でございます。ちなみにこれはね上にソフトクリームが乗ってるマックフロートもあります。じゃあまずこちら赤いガーリック照り焼きです。美味しそう。すごいバンズが赤いよ。見てほら。照り焼きソースにスモークベーコンとガーリック醤油風味のマヨソースを合わせ赤いバンズでサンドしてやみつきになる一品です。美味しそう。では消毒しております。中こんな感じね。いただきます。うん。あ、そっか、これベーコンが入ってるんだ。見てベーコンがちぎれてるけど。この照り焼きとベーコンの組み合わせよ、最高。ベーコンがスモークベーコンなんだけど照り焼きのソースと相まってすっごいなんかスモーキーさが増してるっていうか、え、ベーコンうまちなみにこれバンズ赤いけど別にあの特に何の味ってないです。別に普通のパン、うん、マヨネーズが普通のマヨネーズじゃなくてガーリック醤油風味のマヨソースなんだけど、ガーリック美味しい。照り焼きってだけでもパンチあるのにこのガーリックマヨソースに変わること、んガーリック醤油風味のマヨソースになることでより一層ガツンと感が増してるわ。うん、うん、さっぱり。続いてこちら体縁です。これ前も出たことあるんだけどマジで美味しい。私これ復活しないかなって思ってたバーガーナンバーワンだからめっちゃ嬉しいです。中身ねこんな感じで、ハバネロがハラペーニョか、このねピクルスみたいな緑いやつ、これねハラペーニョなのよ。だから結構辛いで、チーズも真っ赤っかね。ハバネロパウダーを入れた特製スパイシーチーズとピリッと辛いハラペーニョをサンドした旨辛な一品です。です。うまっ。おかえりだ、おかえり。うん、やっぱ辛いわこれね。ピリ辛っていうよりかは結構辛い。
体縁ってピクルスも入ってるのね。ピクルスとハラペーニョが入ってて、ピクルスのなんかちょっとこう酸味のある感じとハラペーニョの辛い感じがもう最高です。ちなみに今撮ってるので5時半なんだけど、今日仕事から帰ってきて買いに行って食べてるのね。今もう最強にパンチのあるね夕飯になってます。もう今日はね、朝からマックのことしか考えてなかった。もう今日一日頑張ればマック食べれると思ってめっちゃ仕事頑張りました。こぼした。私さ、口元緩いのかさ、さっきもさお茶こぼしたの。これ着替えたのよ。本当は違う白の T シャツを着てたんだけど、お茶バーってこぼしてここベッタベタになって、だから着替えたのにまた今こぼしたけど見えてないからいいね。これすごい重たい。なんかニュータイプ白いトリチです。人気のトリプルチーズバーガートリチのチェダーチーズがクリーミーでコクのあるホワイトチェダーチーズになって新登場。わ、チーズダクダク見て、めっちゃ美味しそう。夜中に見てる方すいません、美味しそうだね。すごいマウント取ってる。ちょっとすごいくっついてるけどこんな感じです。何も見えないけど、これ確か去年さダブルの白いチーズのやつ出たよね。いただきます。カロリーの味がする。美味しい。やっぱトリプルすごい、めっちゃ肉肉しいわ。チーズが白いとすごいなんかほんとコクがある。クリーミーでコクのある。うん、クリーミー。めっちゃあのなんか 6P チーズとかあるじゃん、ああいうチーズの味がするね。これピクルス入ってなかったら結構くどいかもしれないけど、あ、3つ目だからかな。めっちゃピクルス助かってるわ。途中でさナゲット挟もうかなって思ったんだけど、ちょっとこれお腹いっぱいになる前に食べるね。もうちなみに今撮り始めてから24分。そういえばさ、もうすぐ実はアミちゃんの結婚式なんですね。皆さんパチ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 。そう言ってなかったけど、アミちゃん結婚しました、おめでとう。そう、それでさ、アミの結婚式なんだけど、私さスピーチ前で喋る、お手紙読む、スピーチするんですよ。だからね、もうすっごい今からもうめちゃめちゃ緊張してて、まだね手紙にしようかなと思ってるんだけど、手紙書いてなくて、でも今からもう何書こうかね、すっごいねいろいろ考えてるんだけど、私あんな大勢の前でさ喋るのとか本当にずっとしてないから、カメラに向かって一人で喋ってるぐらいで、大人数の前で喋ったことないからさ、すごい緊張してドキドキ。アミちゃんと出会ってねもう10年ぐらいになるから、10年ぐらいになるからさ、なんか手紙読んだら泣いちゃいそう私。あ、ゴミが落ちてました、すいません。布団の上にゴミ置くなよって。アミちゃんの結婚式の時もあのゲットレディーウィズミー撮ろうと思ってるから、皆さんよかったらねそちらも楽しみにしてくれたら嬉しいです。ラストナゲット。ナゲットはね、ちょっとこれ全部絶対食べれないわ私。これね、2個分入ってるんですよ。ほら。多分10個も食べれないと思うから、明日のお昼ご飯にしようと思います。辛さで爽快。スパイシーチキンマックナゲットです。6月の8日から出てるみたいですね。刺激的な辛さのスパイシーチキンマックナゲットが今年も期間限定で登場。ソースがね、2種類出ておりまして、
3種の唐辛子ソースと爽快レモンタルタルソースが出てます。私爽快レモンタルタルソースめっちゃ美味しそう。酸っぱいの好きだからさ、レモンとかにすごい惹かれちゃう。ちょっと一回このまま食べてみようかな。ちょっと冷めちゃった。まず3種の唐辛子ソース、こんな感じ。すごいオレンジだね。辛い。これは辛いわ。辛いんだけどすごいねクリーミーです。辛っ。これは辛うまだ。続いてレモンタルタル、すっごい白飛び、美味しそう。うん、うまっ。めっちゃ美味しい。タルタルソースにレモンが入った感じ。美味しい。さっぱりしてる。でも濃厚みたいな。うまい。これは全然辛くないからさ、辛いの苦手な方食べてみて。はい、だいぶお腹がいっぱいなのでこちらはね明日食べたいと思います。はい、ごちそうさまでした。めっちゃお腹いっぱいです。それでは毎回恒例、私が一番タイプだったのはじゃか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 、赤いガーリック的や赤いガーリック照り焼きです。イエーイ。もう一番最初に食べたね、このガーリック照り焼き、まあ、私照り焼きが好きっていうのもあるんだけど、照り焼きにこのベーコン、スモーキーなベーコンがとても相性が良くてめちゃめちゃ美味しかったです。そしてガーリックでパンチも効いててね、最高なので、味が濃いのが好きな人とかはね、ぜひ赤いガーリック照り焼き食べてみてください。そしてナゲットのレモンタルタルソースめっちゃ美味しいので、みんな食べてみてください。みんなもぜひマックに行ったら食べてみてください。今日も見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。それではムニッともちっとゆみまろでした。見てくれてありがとうございました。はい、ちなみにこぼしたのこれです。なんか日本地図みたいになってない？